おはようございます。1月14日金曜日の全国の天気をお伝えします。今日も冬型の気圧配置が続き、北日本の日本海側やオホーツク海側、そして北陸で雪が降りやすく、一時的にドカドカと強まる恐れがあります。積雪の急増や吹雪による視界悪化に警戒をしてください。北日本太平洋側、仙台も午前中心に雪が降ります。そして近畿の北部や山陰エリア、こちらも午前中心に雪が降りやすく、午後はだんだんと闇間が長くなります。西日本、東日本の太平洋側は広く日差しが届きます。ただ瀬戸内や近畿、東海の西部は雪雲が流れ込みやすくなっております。こちらも午前中心のにわか雪にお気をつけください。今朝は京都市など市街地でも雪が積もっているところがあります。通勤通学時は足元にご注意ください。全国の天気をお伝えしました。今日も最新の気象情報はウェザーニュースのアプリからご確認ください。